永瀬廉と高橋海人によるデュオ、キング&プリンス、以下、キンプリ、が8月14日、音楽番組、CDTV ライブ。ライブ、真夏の4時間半スペシャル、TBSK、以下、CDTV ライブ。に生出演、昨年リリースしたヒット曲、一番、お二人体制で初披露し、ネット上では複雑な心境を吐露するファンが相次いだ。二人はこの日、一番、の他に、二人体制初のシングル曲である、何者、と、今月16日に発売されるアルバム、ピース、のリード曲、マイラブソング、をパフォーマンス。パフォーマンス前に流れた二人のインタビュー映像で、高橋はこのタイミングで、一番、を披露する理由について、王道的なアイドルソングを歌うチーム、というキンプリのイメージ、から、みんなの印象を変えられた曲、チャレンジしていく姿勢っていうのを、二人になっても、見せていきたい、今、一番をぶちかましたい、と語っていた。そんな、一番、は、世界的ダンサー、リエハタが振り付けを担当した激しいダンスも見どころ。永瀬曰く、今回二人で初披露するにあたって、リエハタが、二人バージョン、の振り付けを考えてくれたという。今月上旬に CDTV ライブでキンプリが一番を披露することが発表されると、ネット上では二人だけじゃ見劣りしそうと心配するファンが多く見られました。しかし、6人のバックダンサーを従えて登場した二人はいつもに増してパワフルなダンスを披露。パフォーマンスを終えた永瀬は、息も切れ切れに、もう出し切りました、と語り、満足げでした、芸能記者。なお、バックダンサーとして登場したのは、ジャニーズジュニア。ではなく、リエハタに支持するダンスグループ、ハタボーイのメンバー。ジャニーズ事務所入所前のスノーマン、ラウールが所属していたことでも知られていることから、グループ名に反応するジャニーズファンも多数見られた。また、今回の一番、披露後、ネット上では、二人の一番、もすごくかっこよかった。ファンを安心させてくれてありがとう、と賛辞が相次ぐ一方で、バックダンサーでごまかさないでほしかった。キンプリを守るって言うなら、二人だけでやってほしい、と否定的な声も散見される。ジャニーズ事務所が、二人の見せ方に試行錯誤している様子が伺える。ファンの中には、キンプリがもう5人組ではないことを、改めて実感させられたという人も少なくなかったようですね、どう？先月開催したファンミーティング後の取材会で、5人時代の楽曲について、このタイミングでやらなかったら逆にやりづらくなる、と語り、上書きをしないといけない、と決意表明していた永瀬。少なくとも年内は、二人が上書きしていく期間となりそうだ。